装着。いいよ、なんかアメリカ人の内装屋さんっぽいよ。いよいよ二人作業の佳境ですね。あ、こっちは全然余裕に入るな。マジ？うん、じゃあもうそういうもんなんだね。そういうもんなんじゃないかな。今押さえてなくてももうカパってきてる。カパってきた。じゃあそういうことなんだね。で、前にそのあと伸びた分っていうか、このたるんだ分は前側の接着で調整しろと、うん、っていうことじゃないでしょうか、多分。そういうことだね。じゃあ、あそこに謎のボタンがあるけど、なんだろうね、あれは。え、何ですか？ボタン。え、これですか？うん、中心線の何のボタン。わかりません、アメリカ車は本当にもう。あの後、ローネジのベステンレスじゃないですか。じゃあ、真ん中のこのバーをつけましょう。はい、というわけで、こんな感じになりました。まあ、普通にね、今回キットを使っておりますが、ね、ちょっとカメラ、はい、こんな感じで、イタリア車のフォロワー何度もやったことあるんですけど、アメ車のね、今回、持ち込みのキットで貼り替えてますけど、これね、今回初めてやった車で、まあ、バラしながらね、構造を、見つつね、貼り替える手順を探りながらやったんで、かなり、手間取りました。うん、まあでもそつなくいったんじゃないかなと思います。で、今回はこのリアのね、窓ガラスのところが、まあ、これは今ね、貼り終わってこれガラスになってるんですけど、本来ここが、ビニールの、シートでしたね。で、ガラスじゃなきゃもうちょっとすんなりいったんですけど、まあ、位置決めとかいろいろ手順が分かんなくて、でやりながら、合わせるって感じになりました。で、これね、ここでね、折れます。真ん中でね、パキッとで、下に畳まれるっていう感じで、で、まあ、キットが出るんで、マスタングなんかと共通みたいでね、クーガーはこれ、DIY でね、やられる方いるかもしれないんですけど、こっちの前側のホロの、生地っていうのが少し多めに取ってあって、で、真ん中のね、ここの骨のところにはこの生地に、袋が縫い付けてあって、あの、骨の中にね、ステーが、入ってこうネジ止めされてはまるようになってるんですよ。なので、このホロはここの位置っていうのはもう決まっちゃってるんですよね。で、あの後ろの、後ろ側の一番後ろのこう骨のところにも、切り込みが入ってるんで、この3箇所の位置っていうのはもう変えられないので、張り替えの場合はこうね、なんか場所どうしようって結構、
困ると思うんですけども、このホロに限ってはこことここと、こっち一番後ろの3箇所が固定なので、まあ、この位置はもうずらさないで、前側はこうオーバーラップしてこう最後ねかぶせて貼るんで、板車なんかだとこの前側が袋状になっててそこではめる、でそこから後ろに向かって貼っていくっていう手順のがあるんで、それとはちょっとね手順が違うので、これいきなり前もし決めちゃって貼っちゃったらここの位置がもうずれたらもう終わりなんで、もしね DIY で貼る方いたら、あの位置はまあマッサングとマーキュリーのねこのクーガーに限ってですけど、ここここここのその3箇所はもう固定なのでね。で、リアのウィンドウのところはこれ別パーツになってるんで、これはこれで位置を合わせるようにしてください。でちょっと見えにくいんですけど、ここにねジッパーで脱着できるようになってるんですけど、こうジッパーがつく縫い代的なものももうこう長さが決まっちゃってるんで、後ろの窓はこの上基準で合わせた方がいいかなと思います。まあ、こんなわけでね結構いろいろ面倒っちいことがありましたけど、まあ無難に来ましたね。しかしこの年式で新品のホロが手に入るっていうのはね驚異的ですよ。日本車じゃ絶対ありえないから、まああとは、一人で絶対やんない方がいいです。っていうか無理です、一人でやるのは。もう押さえが必要だったり引っ張んなきゃいけなかったり、まあ骨のね位置合わせる時も一人だとちょっともう手がねあと2本いるとかいう場所出てくるんで、ホロのね交換される方はもし参考になれば幸いです。だいぶ雑な動画でしたけど、そんなわけでまた。